き読めない人へ、マジでうるせえから、何とかチャンネルの方しか信用しないでわざわざ言ってくるやつとか二度と来なくてよいですよ。こちらを信用できないなら見なければよいよね。暇なんですか？こっちは本当に心配している人に対する発信だと明言している。自分に直接教えてくれたことを差し支えない程度にありのままを伝えているだけだ。他の人は他の人、こちらにしかない情報もあったかと思うが、それはスルーかね。自分なら情報取ってこれんのか。じゃあ自分でやりなよ。全部開示したら他の配信者が不愉快になるから、おかして表現してるんですよ。彼女が悪く思われるかもしらんし、いちいちこうやってやり取りしたのとか全部貼り付けないとわからないんですかね。理解力ないんですか？嘘か本当か読み取る推察力や読解力もないんですかね。私これで飯食ってないんで、嘘ついて何のメリットもないよね。メールは可愛い噂は本当ですね。本当にって言い回しを添えられる子って案外見ないですよ。こういう言い回しは自分も見習いたいくらいですね。余計にいろいろやってあげたくなっちゃいますよね。